細海にな、学名バトレリアアトラモンテリア、またはバトレリアウミン g イは、9空目海に中に分類される、細長い巻貝の一種。東アジアの温帯亜寒帯域に分布し、海岸のサデで地や岩礁に生息する。北米西岸では、日本由来の外来個体群が繁殖しており、侵略的外来種として、駆除の対象にもなっている。和名は、海になに似て、 殻が細いことによる。在来個体群ロシア園海州カラフト、日本、朝鮮半島、中国までの東アジアのアカンタ4体。外来個体群北米太平洋岸のカナダブリティシュコロンビア州からアメリカワシントン州にかけての地域、及びカリフォルニア州。生害は殻高25から35ミリメートル、各計10ミリメートルほどの等型で、圧室で硬い。 ラソーは8回ほどで、体操を除けば、膨らみはわずかで円錐型に近い。貝殻の色は、灰色や黒か主色で、方向に沿って白い帯模様が入る個体も多い。ラーバラは7本で、不規則に区切られた、レンガ積みのような、細かい彫刻がある。縦ばらはそれほど強くないが、個体によっては強く発言しから表がゴツゴツした印象になることがある。殻口は小さく、 円形を呈する。蓋は円形で脳褐色の基地室、多線型で、角は中央にある。同族のウミニナやイボウミニナになに似るが、小型であること、和名通り細長いこと、彫刻のキメが細かいこと、殻口が殻に比して小さく、円形をしていること、角工場部に、かつ相流がないことで、区別できる。海岸の長官帯下部で、乾燥しにくい区域に生息し、 一般に群生することが多い。他の海になるいが多く生息する、川口干潟の差デ地だけでなく、外洋に近い天石、岩礁海岸にも見られ、岩や海藻の間の砂地に潜む。ただしすぐに乾燥するような単純な砂浜、磯には生息しない。川口干潟において、他の海になるいと共存する場合は、海側の牡蠣が作る柿章があるような区域で、海にナと、 混成することが多いが、細尾ミニナの方が低潮位に生息することが報告されている。中には、海になる威核種が多産するにもかかわらず、細尾ミニナがいない干潟もある。時に、角上に背の高い小さなカサガイがついていることがある。これは、雪のカサガイかのつぼみ以外で、海ミニナにも着生する。干潮時に地上を這い、主にデトリタスを摂置するが、打ち上げられた海藻や、 死魚などに群がり直接接触することもある。繁殖は交尾後に受精卵を産卵するが、他の海になる意がベリジャー養成で不可視海中で、このため日本の在来個体群では地域ごとに遺伝的に異なる集団が形成されている。また、移入先の北米では、カキの養殖地を中心に大量に繁殖して問題となっているが、他の地域への急激な分布拡大がないのは、 冬陽性による拡散がないことも一因と考えられている。東京湾では、海になる異各種の絶滅、または個体数の激減が見られるのに対し、細ウミにナだけは個体群の目立った現象がない。これは、海になる類の陽性が水質悪化や日潟の現象で影響を受けているのに、対し、細海には直達発生で個体群が維持されやすいからではないかとの説も、 提唱されている成長速度と寿命は生息地によって相違があるようで、ブリティッシュコロンビア州のガリアの島での調査では、成長パターンと年齢蘇生から計算された1から6歳までの各年齢の回の平均確保は、それぞれ、3、9、12、15、17、18ミリメートルで、寿命は6から10年と推定されている。一方、 カリフォルニアのトマレスワンの個体群では約8年で3 5ト、mm、ルに達するとの見積もりがなされている。翡翠に生息する複足類には吸虫類が寄生することが多く、それらのほとんどは機種の海類を厳密に選ぶ取得位性を持つと考えられている。細尾ミニナからもこれまで多くの種類の寄生虫が確認されている。これらはすべて細尾ミニナが第一中間宿主で、 鳥類を最終宿主とすると推定されている。このうち2種類は、宿主の細身ニナにつなみ、ケルカリア細身ニナエシムライイトウ、1980、およびケルカリアバトレライ、シムライイトウ、1980と名付けられている。地方名は、他の海にナ類との根性で、ホウ宝城皆、五円ナ,ナなどがある。韓国名は、中国名は、ナなスミから、台湾などでは、 痩せ海になとも言う。移入地の北米では、アジアンホーンスネイル、ジャパニーズフォルスケ、学名の俗名、バトレリアは、おそらくラテン語のベティラムにちなむ。種小名のうち主に移入先の北米で、使用されているアトラモンテリア、アトラメンテリアは、インクツボの意で、おそらくは、格好内が黒色になることにちなむ。一方、東洋の文献で、よく使用される名、 キューミングギーは、イギリスのナチュラリストで、海類収集家のヒューカミングへの懸命で、タイプ標本は、彼のコレクション中の中国北部産の標本である。人や地域によっては、他の海になるいと同様に漁獲され、塩茹でなどで食用にされる。塩茹では五塩効果の穴で拡張を折り、殻口から身を吸って食べる。地方名の一つ、五塩ミナはこの食べ方にちなむ。 オーバーオサウエに群れる細胞ミニナの外来個体群、北米大陸西岸には、20世紀前期に、日本から輸入された、養殖用の種垣に根じて輸入されたものが野外で、繁殖するようになり、在来の生態系に悪影響を及ぼす、侵略的外来種とみなされている。例えば、カリフォルニアのエルクホーンシッチなど、場所によっては非常な高密度で生息し、同じような環境に住む、 在来種のスリチディアカラフォーカを駆逐しつつあるとされる。これは、ホソウミニナの方が繁殖力や成長率で上回り、限られた餌の争奪戦に勝つためだと推定されている。また、ホソウミニナの移入に伴いこれに寄生する、吸虫類も移入されており、これらの外来吸虫類は、移入地の魚類や鳥類にも寄生していると考えられている。このため、 在来種の C からーニカだけではなく、この在来種を第一中間宿主とする複数の寄生虫も同様に駆逐されつつあり、もし C からーニカが絶滅すれば、この回にしか寄生できないこれらの吸虫類も絶滅してしまうことになる。また、その後の宿主である魚類や鳥類の寄生虫症も入れ替わる結果、生態系全体に広く影響を及ぼし得る可能性もある。移入の時期は、 ワシントン州1920年代、カリフォルニア州、トマレス湾1941年、同モントレー湾1951年、ブリティッシュ・コロンビア州1959年とされる。種名に関しては、1930年にカリフォルニアに輸入されたカキ箱から見つかったものは、パタミデス・マルティフォーミスとして報告されたが、後には、バトレリア・ゾーニリスの名で知られるようになり、 九百七十年代になって B アトラモンテリアと同定されるようになった。このような経緯からイボウミニナが北米に移入されたと誤認されている場合もあるが、過去に北米西岸から様々な学名で報告された海の中の貝類はすべて本種ホソウミニナである。これらのホソウミニナは貝そのものや寄生虫の遺伝子型の研究から九百十九年以降長期にわたり、 北米に輸入されていた宮城県産のマガキに付随して輸入されたものであることが確実視されている。ありがとうございます。